大人エレベーター。それは大人を旅する不思議なエレベーター。その階からは新しい音楽が生まれていた。自分の音楽が分かってもらいたいと思う時って分かるってことはね、誤解だと思うんですよ。誤解でいいと思うんですよ。年を取ることとは良かったなと思える方が一つあって、昔話がしづらかった方と割と気楽に話せるようになったとかですね、はっきり言うと細野さんなんですけど大人の生、札幌生ビール黒ラベル。